こんにちは、アイルです。今回はティラミス味クッキーを使っていきます。学生諸君、アイルがこんにちはと言っているからといって、こんにちはというのはよせ、ちゃんとこんにちはと言うんだぜ。さて、今回の編成には注目してほしいところが2箇所あります。それは最近マイブームの宝物のエキス、そしてバトンコのカリフラワー。カリフラワーはティラミスと最も相性がいいクッキーの一体ね。エキスを採用した理由はトレンドだからだぜ。クッキー欄の編成も現実の流行のように巡り巡っていくものです。ティラミスも玉蓮の影に隠れてた実装時と比べて、どっちも使われなくなったおかげで動画にしやすくなったんだぜ。誰が言い始めたのか、玉蓮の劣化版だとか、疑似玉蓮だとか、本当にひどい話よね。クッキーに対する愛というものを感じないんだぜ。心当たりのある人は反省してください。反省しました。ところで、ティラミスの能力といえば、クリスマスプレゼントを配っているようで、その実街中に飛行と落ちてるようにしか見えないこの演出。しかしこれは家を持たないスラム街の子供にもプレゼントを配っているというメッセージ。ティラミスの能力をバカにしてた人は反省してください。反省しました。ティラミスのことバカにしすぎなんだぜ。ここでは悪く言ったところだけを取り上げましたが、当時玉蓮よりも愛用していたくらい好きです。まずクッキーが走る擬音といえば、トテトテだと思うんですが、これが一番当てはまるクッキーはティラミスだと思います。ちびっこクッキー特有の背の低さから来る足の短さ、その足を頑張って動かして走ってる様子が伺えるわね。ところで、背が低いからスタイルが悪いと嘆く人を見かけるけど、背が低い人にしかできないファッションもあるし、背が高い人はそれを羨んでるものなんだぜ。背が低いと何言ってもダサい、みたいな風潮ありますが、ファッションは外面を取り繕う以外に、内面からにじみ出るオーラも影響するので、内面がかっこよければ背が低くてもかっこいい人はいます。逆にうんちみたいな性格してる人は、外面良くてもうんちだなって思うもの。って自分は思うんだけど、いまいち分かってもらえない。ファッションは所詮趣味の範囲だから、自分の期待服を着るのが一番です。期待服を着れないっていうのは何だろう。野球で例えると、ピッチャーになりたいけど球速とコントロールが悪いみたいな感じかな。ピッチャーになりたかった人も、なんだかんだそれぞれのポジション頑張って自分の適性を知るんだと思う。モデルでもないのにファッションのことで悩みすぎるのはどうなのかなと。逆にモデルでそういうことで悩んでる人は、自分が先進的に新たな道を開いていけばいいし。まあ自分ファッションに無頓着だから無関心な考えだけども、どんな服着ててもかっこいいか可愛いかダサいかだし、同じだと思うんだぜ。ダサいをマイナス評価だと思ってる人多い気がします。かっこいいも可愛いも量産型なこの時代、ダサいと言われるような服を本当に着たくて着てるなら、それは何よりも個性的でありファッションの本質を捉えていると。ちなみに親が買ってきた服着たりしてるのは、ダサい以前に勝負の場に立ってないものとする。ファッションに興味がないのは尊重されるべきことだからね。身だしなみは整えるべきだと思うけど、年々ハードルが上がっていくそういう外見のことに関して、時代に流されて他人を批判するのはダサい。本当にハードルが上がり続けてる。それでやりたくない人も置いていかれたくないから、辛い思いしてまでハードル上げる人の真似してる。そう思うと自分は昔からそういう人らを旗から見てた気がする。勉強に関しては単純に何もやってなかった自分が悪いけど、実際受験って異常だし、そこに向かって多感期にストレス溜めて仕事ばりに勉強してるのは、大人になった今ならおかしかったなってわかるはず。まあ経験者からしたら美化されちゃってるんだろうけども、思い出は美化されちゃうから、過去の辛いことについての経験者の意見は当てにならない。しかも努力要素もあるから、昔の自分は頑張ってたなーで終わっちゃう。今はそこまで病んでなくて、のんびりまったりモードだから適当なこと言うけど、社会のハードルが上がり続ける以上、自分がハードルを下げ続けるのには意義があるのではないかと。みんなも意識改革してほしい。例えばファッションにこだわったり、勉強頑張ってる人は、それを当たり前だと思っているけど、見てほしい。アイルは外に出すらしないし、人生の弁で生きてきた。上がった分を下げていく、そんな存在アイル。今月の自己正当化はおしまい。霊障主義というのが現れ始めたのは、異常に上がり続けるハードルからへの反発心かもしれない。本当にその学歴必要ですか？自分のやりたいことを叶えるにはもう少し下でも大丈夫じゃないですか？はっきり言ってある程度は努力すべきだけど、そのある程度のハードルってのがどんどん上がっていってる。そして頑張りすぎて鬱になって、低いハードルも超えられなくなっちゃう。しかし、鬱も成功体験を重ねれば良くなっていくと聞く。ハードルをゼロから始めよう。人は人が思ってるよりも無能でうんちだから、毎日5分だけ英単語を見てみるとか、次は10分だけ計算解いてみるとか、お風呂に服貼ってみるとか。そういえばリュタフォンが中学生なのに服覚えてないみたいだけど、学校行ってないんだから当たり前じゃん。服覚える需要がないと大半の人は服なんて覚えてないんだぜ。そして服覚えてないことを叩く層は大半の人だわ。ユタボンまだ中学生だけど、見た目がいじめられっ子のトラウマだから、必要以上にネットで叩かれてる。ネット民は知らないけど中卒でも幸せになれるし、ユタボンの問題は大人になった後親をどう思うかだぜ。子供を大事にするっていうのはどういうことなのかって、答えのない道だけど親は責任持たないとですよね。縛りつけるのも自由にさせるのも、親のエゴだってこと。このケツを拭ってやれる大人でありたい。でへへ。いいこと言ったと思ったら変質者だった。おつぶた